では始めていいんですか。いいよ。まず本日はどうする、もうこれ音入ってるの、こっから。まあ今日は人がちょっと、まあ3連休ということでみんなディズニーランドに行ってるっぽいから人数が少ないんで、8人だから4人リーグ2つやって、2抜けやって抜けた2人と2人で4人リーグをもう一回やるっていう感じなのかな。では、まず1個目のブロックは、シャボテン竜ウォーズ三剣シーマルミー水中12で、まず1試合目は、シャボテン竜 VS ウォーズさんの剣ですね。これはまあ、結構俺は剣だとは思うんだけど、まあ特に電信ってこともあって、こうやってやっぱ一発入って先に画面端とか追い詰められてゲージ有利を取られると結構剣もそのまま死んでしまうって感じですね。でウォーズさんはたまにうちのララにも来てくれて、まあ、着実に力をつけているのかもしれない感じですね。そうですね。シャボテンさんはあんまり普段俺はプレイをしてるところを見ないんで実際どうなのかよくわかんないんですけど、まあ、味方で頑張ってますよ。味方の人なの。味方、まあバーサスにもいるけど、うん、ああ一応あのマイクは、私バナオとアツシでお送りしております。はい、すいませんもう謝ってるけどアツシがまあ俺はだから基本的になんか技の似た技が多いんだけど、しゃがみガードプラスにがあるせいで押し合いになった時に剣側が勝つ状況っていうのは結構多くて、基本的に剣は先端当ての中足を軸にしていく感じなんだけどね、それを一応ブロって竜側がキャンセル昇竜とキャンセル陣代を一応読んでアッパーソフトを入れればそれで終わっちまうって感じなんですが、今の状況何がいい。ダイパン EX テイヤーで画面8で、うん、あー陣代だと、うん、あれは EX 使わない方がいいね。あ、本当アッパー中達打って電子波動電池に3段でピオリだから、ピオリで終わる。そう、終わり。あ、そうなんだ。基本的になんか EX 結構使いたがる人は多いんだけど、アッパー竜巻から3段がちゃんと重なってそれでビオルから、ゲージマックスだったら使わない方がいいかな。あとユンヤンとか起き上がり早いから、で画面端持ってくのはむずいとかっていう状況だけ EX は使ってもいいかっていう感じなんだけど、ここで技の速さが出て剣が8と。では次はシーマレミー VS、水中12ですね。今さ最後さ剣が残り2割で、うん、あの竜が電陣マックスだったじゃん。その状況って、はいはい、遠かったんだけど、うん、電陣埋めに行った方がいい。え、転んでた。転んでた。剣を動かして、あ、さっき画面端の時、あと中央ぐらいでさ最後残り2割はね陣内なかったよね。なかった。なかったら打っちゃっていいかな。あ、難しいね、うん、まあ、判断は結構難しいとこなんだけど、これまあレミー対トゥエルブは基本的にトゥエルブが飛んでんの待って、レミーのサマーがこのゲーム相当攻撃判定がでかいから、はいはいはい、誠が辛草大パンチェッジとかでバックダッシュしてもサマー引っかかるからさ、そのくらいでかいから滑空待ってそこにサマーっていうのが基本的にはまあこういう感じだねっていう感じ。そう、あとまあルグレとかその辺の普段レミーが危ない系の技を取られても、あのブロ取られてもトゥエルブのリターンが少ないから、こうだからしゃがんでるレミーを結構トゥエルブが崩せないっていうのが、まあ、電キャラっぽいけどな、レミーの壊し先端ブロってトゥエルブは何したらいい。トゥエルブは確か台足が一応隠るはずなんだけど、まあ、中足が安定かな。でもサマーの一応二択になってるけど、サマーさえ打たなければ SA は先端だったら絶対食らわないから確か、はい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 、だからレミーが打つ必要ないなんで、だから割とねレミーがこれ自由に動いちゃっていいんだけど、ソニックに下の EX 波動が EX これが勝ち合った時だけちょっと面倒くさいんだけど、でも別に置き攻めいけるわけではないから、はい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 、あとまあ近くの距離だったら対空のしゃがみダイパンがすごい機能するんで、ジャンプダイパンと相打ちになって強い人も入るから、はい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 、追撃は何が入る。まあサマーが入るんだけど先端だったらねルグレサマー、そう微妙、ソニック EX ソニックとかも実は入る。へー、けど結構むずい。でルグレサマーは先端だと逆にルグレが結構きつくなっちゃうから、へー、ダッシュして置き攻めでもいいし、そもそもしゃがみダイパン一発分のダメージで結構ダウンで置き攻めっていうのは12は相当嫌だから、はいはいはい、12は投げ前そんなに広くないし、移動投げは一応あるけど、だから投げと膝の二択とか結構普通にきついから、
これさ、レミが一生様話してるってか、タイクで打ってるじゃん。うん、カラジャンしてブロリーに行くしかないの。そうだね。あとまあタックしてサマーの外の前でジャンプ攻撃出して着地しちゃうっていうのが。ああ、でも攻撃安定でかいからさ。そう、だからそれが難しいんだ。難しいよね。だから基本的にそのサマーが生で機能する前が広いすぎてって感じだね。ああ。負け同士、シャボテンさんですよね。今最後に20。さあ、水中トゥエルブ対シャボテン流。さあ、トゥエルブの先端のダイパン、ジャンプダイパンとかをなるべく今のとかを食らわないようにした方がいいとは思うんだけど。PA 消えて。これはね結構めんどくさいんだけど、電人の場合は生の竜巻が、うん、12反撃マジ難しいんだ。はいはいはい。12ってしゃがみに中足から竜巻ってコンボになんないんだけど、でもガードになるんだ。はいはいはい、はい、で裏行っちゃったり表で落ちたりっていうのがあって、基本的に SA 入れるのが難しいから、山ちゃんと俺がやってた時はもうなんかその辺のこの12の後ろ下がりとか読んで竜巻ガンガン打ってて、これ終わってんだろみたいな。あ、だったら電人。そう、終わってんね。あ、なんだけど、SA で返せるから電人は。でも波動埋めればいいだけじゃないの。いや、スパキ、波動消える重なってて、だから基本的には波動電人で打つよりはコアコアコア波動電人とか、はい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 、後ろ下がり円柱パンとかで打撃キャンセルにしてリバーサルを出しづらくよっていうのが。そこでもし SA パンされて重ね甘くて負けてもゲージ残ってるからさ。はいはいはい。そうすると相手のゲージがなくなるから止めるようになるし。なるほど。ね、あとはやっぱり12側は昇竜怖いから、うん、出さなかったら昇竜が使って出すと昇竜が当たるっていうジャンプダイパンの先端が結構強いんだけど、そこの位置の竜のしゃがみダイパンがそのジャンプダイパンにビタ勝ちして、そうだね、やっぱ SA 溜まってると対空あるから結構竜がめんどくさい、はい、まあ、真空の方が簡単だよ絶対。灼熱は使いどころあるの？灼熱は滑空に、低め滑空に灼熱も何やっても避けられないから。あ、そうなんだ。というわけで水中さんの勝ち。 2-0 水中ですね。では次はウォーズさん対シーマさん。ウォーズさん対シーマさん、ケンレミですね。そうですね。これさ、ケンが適当に、あー、ケンレミか。これなんかね、ピエロは一番レミでやりやすいのはケンとか言ってたんだけど、いや、言い過ぎじゃないですか。そう、言い過ぎだと思うんだけどね。まあ勝率が物語ってますが。そうなんだけど、そのケン側がさ、まあ、ピエロ相当ケンに勝ってるから、うん、勝ってますね。ケン側も別にレミに対してこれをやってればいいよってことはないからさ、うん、レミってキャラは本当に俺は弱いとは思うんだけど、なんだけどちゃんと技を相手の行動を読んでないとリターンは取りづらいからね、うん、レミに対して同期の場合は。レミが結構さ、ルグレバックダッシュとかやるじゃん、うんうんうん、あれに対してケンは何リスクを負わせんの？ダヤシ？ダヤシか。あのね、レミのバックダッシュ結構空中くらいになるから、はい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 、中足陣内が空ぐらいとかたまにあるんで、あとスカッたりする。結構強いよね、あの連携単純に。あれは強いね。まあ、逆に言うとバックダッシュしかないから、リバーサ前ダッシュでもいいんだよね。ルグレって基本的にフリフレだからさ、擦り合いで勝てるじゃん。なるほどね。まあ、擦っちゃってもいいし、結局そこでサマー打てるのかって話だから、はいはいはい、レミ側が。まずいのがバックダッシュでスカル技を振るのがまずいのか。それはまずいかな。しかも中足とか発生遅いからさ、はいはいはい、密着の押し合いになって膝も食らっちゃうし。あ、そうだね。バックダッシュ読んでるんだったら別に歩きゃいいんじゃないって気もするし。あ、なるほど。勝利はバックダッシュの後ろ下がりが早いから、レミ今繋がってないんだけど、まあ繋がってないね今。なんか、まあ、動きやすいポイントではあるよね。勝利はコステラっぽいね。っぽいね。というわけでシーマさんが 2-0 勝ち。これは、じゃあシーマさん連戦でいきますか。シャボテンシーマの組み合わせで。
リュウレミ、リュウレミはまあ SA によるんだけど、和野さんは俺はめんどくさくて電池選んでる。めんどくさい。一番攻略っぽいのは真空で、相手のソニックの打ちどころを見てそこに合わせて灼熱で相打ちを取るっていうのが、あの灼熱は単発でダウンだからさ、はいはいはい、消し合いになってもダウン取れて置き攻めいけるから、はいはいはい、前によるけどね。レミ起き上がり早いから。あで剣にしても竜にしてもそうなんだけど、背負い投げの後のレミの壊すコースに勝てる技があんまりないんだ、はい、それはダッシュに隠るの？隠る。ああそうなんだ。ほとんど振り振れないからね、キック取ったら。それは結構めんどくさくて、でこれシーマさんがまあ、月使っちゃってるけど SA1 で選んでる理由っていうのは、はい、結局電人竜の場合は下ソニック読んで竜巻で終わりなんだ。あ、そういう感じで触りに来る行動に対して、まあ、ソニック打たなくていいんだけど、あんまり不要に、はいはいはい、でそれ打たないとやっぱ触んなきゃっていうのがあるから飛びから多くなるじゃん、飛びからの行動が。なるほど。その時に対空の SA1 が安定するのと、密着の擦り合いになった時に壊し SA1 で反撃がないからさ、はい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 、基本的にあれは有利フレームだと思っていいんで。けど焦ると竜側もリターンは結構取れないから、惜しい。そう、今のは一応空中 EX さすばきで抜けるっていうのはあったんだけど、まあでもね、まあもう自利品だからね、うん、ゲージ入っちゃうと。だからシーマさんは1位抜け確定なのかな。これ勝った方が2位、これ勝った方が、2位なのかな。2位だね、これ勝った方が2位。1位同士これ勝った方が抜け角。まあこれは言わずもがな、昇竜拳が強いですよって。昇竜拳こすってゲージ貯めて、そうさっき言ったあのジャンプライパンに、うん、で昇竜が使ってって話も、剣の昇竜の効果が短いから使ってもそれほどいい技が入んないんだ。あそうなんだ。台足が厳しくて台足が押されたら血が裂いちゃうから。なるほどね。まあ基本的には急降下して透かしていくっていうのが。そうだね、昇竜のスカリン中足とか打とうと思っても、うん、下風呂剣側が仕込んでたらねリターンがでかすぎるもんね。一回使って硬直少なくて確定が取れる高さとかちゃんと覚えなきゃいけないから。そうだよね。でミスった瞬間に4割とかだもんね。終わってるね。でやっぱその滑空でお茶に濁すとかもその時の気分で打った EX さすまきとかに刺さって。そうだよね。そう本当にそうだよね。本当に剣はそうだと思う。昇竜こすってゲージ貯めて、あとは雰囲気で EX さすまき。まあ剣が割と豪気戦ともちょっと似てるのかなと思うんだけど、豪気戦より圧倒的に楽な。うん、そうだね。相手の火力がなさすぎるから、ね、これは相当やっぱ12きついと思うよ。そうだね。12がダメージ取れるのって今の大パンとか、相手を飛ばして大パンで。そうそう、大パンはかなり性能いいんで。そうだね。あれ意外と下方向にも強いから、ダッシュとかも止まる。あ、そうね、ダッシュも止まるしね。そう今のだね。そうそう、なんど出がかりにかかる感じで当てれば、まあ一応空振りに陣外とかっていうのはできるけど、あれブロリづらいしね。そうね。これはまあ剣基本的に行かなくていいと思うんだけど、だから水中さんが2抜けですね。さあ次のブロックは、次のブロックは斉藤健、山田久、平吉誠、春チュンリーですね。で1試合目は斉藤健対山田久。研究か。研究ね、これはなんかまあきついんだけど球が、うん、言うほどではないんだよね、うん、道義の立ち合いの技に対して相性いい技自体はあるから、立ち受けとかで、飛びは基本的に竜巻出しても出さなくても大都心で下に行けて、はいはいはい、で読み合い拒否はできるから。この剣側はどの前で戦ったらいいの？密着？俺はね、いやもう離れて突進待って一発取ってそのリターンだけで逃げ切るっていうのが。そうだね。Q は対空のバックジャンプだけでブローってあんまいいのがないからさ、あこんなの見てた瞬間にバックジャンプだけっていうのが、そう飛び蹴りやっぱり基本的に見えた瞬間前ジャンプ飛び蹴りとかでも結構ジャンプショーパンぐらいしか入んないから、ジャンプショー OK だっけな、発生早いのはあるんだけど Q は。Q 側はどういう展開ならいいの？ Q はもうじっくり行って確定を待つだけ、飛んできたら突進やって走ってきたら内回しってだけやってれば
っていう感じなんだよね。あとは捕獲、そう、あとは移動投げが剣の円柱パンと同じだから、リーチが。へえ、長いね。そうだから剣側が打撃でちゃんと隠れる前がもうすでに9の投げ前なんだ。はい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 。あ、そう、台足はね、連突は確定だから、あそこでああいう確定をちゃんと取っていけば、ね、ダメージっていうかその後の PA が美味しいね。そうだね。あとまあ台足の場合はしゃがみくらいだからさ、で、はいはいはい、連突はタイラントみたいに全段しゃがみくらいだから結構減るからね。さあ、斉藤さんの勝ち。では次は、平吉真琴対ハルチュンリー。ハルさんのチュンリーは、まあ、大変サード界では珍しい女性プレイヤーということで、そういうことですね、頑張ってほしいですか。まあね、対する平吉はこれは前回のテクモ大会でシングルで3位入賞したということですから、というかチュンリー戦全員一誠じゃなかったでしたっけ。まあ、その話はどうでもいいんで、ね、まあ平吉さんそもそもこれなんで銀次入ってるんだって話はあるんですけど、まあ平吉スペシャルがあるからでしょうかね。まあ平吉スペシャルって、まあ、スペシャルが多すぎて何とも言えないですけどで、まあこの組み合わせはね、チュンリーの強い技に対してしゃがみダイパンの先端が結構強くて、誠のしゃがみダイパン、そうそう、でそれで単価を取りつつダウンを取ってパクリに行くっていう感じかな。あ、平均スペシャル、今はヘキススペシャルですね。で、誠も、あ、チュンリーやっぱすごい強いし、起き上がりの行動も強いのが多いんだけど、やっぱなんか万能な無敵技ってないからさ、はいはいはい、持続の長い技でスプーは潰れるし、上ベロは下に負けるし、下ベロは前に負けるから、はいはいはい、だから結構チュンリーって置き攻めをされると、それに対してちゃんと表から勝負しなきゃいけないっていうのがあるから、誠に奥島を食らった時のチュンリーって結構きついんだよね。あの壊しキャンセルからしたって繋がんないから、 KOF じゃないんで、ヘキさん気をつけてください。そこはブローラレじゃないですか。ブローラレですか。あのブローラレ弱攻撃だから相当いろんな技が来るんで、そうですね、はい、4フレフリーでしたっけ。そうね、まあ、チュンリーはこれチェストはこの後入ってしまうんで、画面端の辛さはきついよね。あのさ、1ラウンド目最後さ、チュンリーが1ドットだったんだ、でピヨってて、その時のゲージの最大回収って何だ。立ち台パン。あー、まあ剣が一緒なんだったかな確か。何剣、剣全部一緒。あ、剣、あの一つは去年このゲーム全部ゲージ回収一緒だから、へ、基本的にはね。で次は、山田さんの9対ハルチュンリー。キューチュンリーは、キューチュンリーはやっぱ序盤のチュンリーの単価が安いから、開幕からそうこうだね、こうやって PA3 回やるのがいいんだけど、やっぱ開幕の PA は1点読みされたらジャンプ台系発見スピードとかできつくなっちゃうから、それ読んだら Q はないですよ。バックジャンプ中継とか、まあ普通に対空でいいし、もうバックステ捕獲とかマジでね。ああ、なるほどね、下止め作ってるからっていうのもあって、ね、とりあえず PA3 回できたじゃん、ね、これは Q 側は何を考えたらいい。これはとりあえずゲージを持った状態で次のラウンドに行くことかな。もうこの状況からチュンリーにゲージさ試させないで勝つって結構難しいから、はいはいはい、から行かないでしゃがんでればいいのよ。で中段だけ見てしゃがんでれば投げしか食らわないから、うん、お前何回投げ通せんだよって、ね、投げ前はほぼ一緒だからね、 Q とチュンリーは移動投げ使ってれば。でそう、足払いにはやっぱり円柱形が結構強くてなんだけど、あれのあれが発見に負けるから結構それがきついかなっていうのはあるね。あとね、これ腹部選んでるじゃん、はい、中足先端ブロって腹部って入んないんだけど、うん、中足ブロって連突ってレバー入ったら挟んで空中くらいになっちゃうからリターンが実は取りづらいんだ。あ、それがあるから、まあ、腹部で単発確定で取れるっていうのは強いよね。結構どっちがいいっていうのは言いづらいんだけど、だ基本的になんか腹部は入んないけど連突は入るとこって、その連突を食うぐらいにされる行動されたら別に安いし、うん、それをされない読みだったら捕獲でいいから。なるほどね。剣誠、次は買った者同士で斉藤健対平吉誠。これ道義対誠っていうのは道義の壊し連打を誠が咎めるのは結構難しくて、はいはい、前ダイパーもちゃんとやったら潰れるし、しゃがみ中盤も潰れるから一応生のチェスとか3分の1ぐらい勝てるんだけど、まあ、一応単価勝ちしてるんだけど、まあ、壊し振らないのも自由だからね。しゃがみダイパンはダメ、誠の あれ負けるんだ。負けるんだ、うん、あの基本的に誠の全身技ってさ、攻撃判定が出るように先に体が前に出ちゃうから。エンダイパンは、エンダイパンはエンダイパン、誠の、あ、エンダイパンとかただの立ちダイパン、立ちダイパンでパンチサーバンスでやるって。え、前ダイパン、前ダイパンか。前ダイパンは壊しで負ける。負けるの、あれはほぼ勝てない。
マジで。だから豪鬼とか真空竜とかは小足振って飛んできたら剣出されてても潰せるタイミング、だから落ちてくるのに合わせた昇竜真空とか昇竜メーパーで、はいはいはい、ほぼ全落ちなんだ。なんだけどやっぱりその小足からやっぱ走ってきたところに当たったの確認して陣外とかって結構難しいんだ、はいはいはい、それをちゃんとやればって話なんだけど、それをやらない限りはチェストで2分1チェストを打って当たった時だけ正中とかでリターンが取れるから、そういうくだらないことでリターンが実は取れるっていう。それでも辛くない？だいぶ。あ、だからきついよ道義は絶対。誠に対して道義は絶対6以上あるから全キャラ。まあショーマは別としてね。あー、そうなんだ。と、え、そもそも正中なの？俺正中だと思うよ。ダブルがあってもと、あー、ダブルあったら難しい。丸くやっても難しい。うん、なんとも好みの問題かな。あとやっぱり辛くさないパンチェストの後の道義のバックステをとさまでかくんないじゃん。だから中盤チェストでリターンを取るって考えると正中だったらそこでタンクが取れるよね。で逆にトサムにあったらバックラッシュが安定だから弾かない限りは。なるほどね。でこれチュンリー対ケンはこれはまあきっちりやるんだったらチュンリーの技を押したいところとか先端の台足、はいはいはい、でゲージを試しつつチュンリーの技の空振りに陣台を差し返していくっていう感じなんだけど、生でなんだけどやっぱり転んじゃうと本当にチュンリーきついから勝利も入りやすいし、で逆にチュンリー側はやっぱり立ち台系が強いかな、困ったら。ああ強いね。結局投げ読みで出した立ち台系が他の暴れを潰すとかって、そのラッキーパンチがすごい多いキャラだから。これじゃあ今1本取ったじゃん、でチュンリーが1本、うん、まあ1本半ぐらい溜まってるじゃん、うんうん、ケンは2ラウンド目何考えたらいいの？俺はもう少なく待つだけじゃない、相手の技が届かないところでゲージためできないようにとりあえず状況維持して、チュンリーが基本的にこれもう逃げて、まあ、プランとしては逃げてゲージを貯めて、あ、これね、チュンリー、ビンタが一番簡単だから、立ち中パン、そう、あ、引き中パン、引き中パン、攻力が、やっぱ最初はいいかな。だから基本的にチュンリーは、ノーゲージ状況だったら絶対剣の方が有利だから、うん、単価が違いすぎて、無敵技もあるし、だから、チュンリー側は逃げてゲージを貯めて、とりあえず攻力を持ってから勝負っていうのが、で、それを止めに来るチュン、剣に対して、技を当ててゲージを稼いでいくっていうのが、うん、プランなのかな。今の中大で確認して昇竜止めれたらよかったけどね。まあそうだね、まあ緊張してるかもしれないししょうがないかな。まあね、あ、そう、中足ブロったら基本的に生陣雷がいいのと、あと先端だったら大昇竜がそれに絶対当たるから、ワンブロ大昇竜陣雷っていうのが一番いい。砲翼撃たれてても大丈夫、うん、そう、大昇竜で2発目でスパキャンできるから。そうなんだ。で平吉さんと平吉真子の対山田九ですね。さあ、キューマコト斎藤様抜け角なの。あ、ここ負けたらあれか、もう一回やります。なるほど、山田さんが 2-0 で勝った時は斎藤さんと山田さんと平吉でもう一回三つどもえ、三つどもえになるのかな。平吉が勝ったら平吉が1位抜けで斎藤さんが2位抜け。なるほど。でもまあこの組み合わせはもうゲロ口なんで。何がきついの？技がきつい。辛くさ読んでもリターンが取れないから。あー。持続って発生フレームを重ねた辛くさが、持続がクソ長すぎて、投げ無敵切れたところに掴める。プラス、このようにリバサル SA 打つとさ、はい、投げ無敵なくなるじゃん、ロックが、はいはい。で、それがなくなるせいで、腹部にしても連続しても投げ無敵じゃないから火災の辛さ食らっちゃうんだ。あー、そうなんだ。そうだから腹部、あ、辛さ一点読みがビタの屈伸からの筋中系とかしかないんだ。リスクが高すぎるね、ミスった時の。超難しいから屈伸で、辛さを抜けるのって、こういうところで確定の腹部とかを入れて逃げていくしかない。だから基本的にガードジャンプ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 でお茶を濁していくしかないんだ。バックダッシュ連突とかダメなの？辛さに、うん、置き出め辛さ読みで、まあ今腹部だけど際どいね、際どい、うん、でもそう、要はそういうことじゃないと一応入んのかな。あー、弱辛さだったら多分入んない。あー、そうなんだ、うん、で辛さの判別なんてできないから。うん、そうだね、できないね。うまい、これはもうゲージを使わないで勝たないともうどうしようもなかったんで、今のビンタはうまかったですね。旧側が誠に対して有効な通常座点はほとんどないから、これも吹き上げが結構入りやすいから、こういうね明らかにミスか垂直ジャンプとか出ても
コンボがちゃんと繋がるっていう。いや、今狙ったんじゃないの？マイジャンプでいいじゃんね。おほーそう、ヘキシビジュアル。で、運がいいからピヨって、ヘキシの勝ちと。で、結果は？結果は、一つ目のブロックが、1位抜けが、そうですね、1位抜けがシーマ、水中。で、二つ目が、ヘキシ斎藤。ということで、次はシーマ、水中、ヘキシ斎藤で。これはまあキャラ的に見たらやっぱり剣が結構いいんだけど、やっぱレミがちょっとめんどくさいから剣だと、うん、まあ誠か剣っていうのがキャラ的にはやっぱり、まあ、レミというよりは残念なんで、うん、サードストライクにおいては残念ながら残念キャラだよね。まあ腕のその辺がそのジャックキャラ使いで腕の見せ所なんではないかなと。まあ水中さんはこれは相当きついね。そう、わからん殺しがさ、水中さんみんな知り合いだからさ、わからん殺しも聞かないしね。まあ、キャラ的にもその12の強い部分で勝負しづらいキャラだから、うん、12は一応あのちょっとずつ強いところってはあるからね、技にちょっとずつちょっとずつだよ。前歩きとか前歩きとか、まあ立ち台剣にしても立ち台剣にしても立ち台剣強いね。そう、合ってる振り方をすれば、うん、強いけど別にその合ってるともう運ゲーだから、うん、だから相手にどうせ安いんでしょって物流作戦で来られるとそうだ、ね、もうキンキンになっちまってそうだ、ね、ヘロヘロになって死ぬってことなんで、リターン負けするんだよね、テールは。さあ、ではまず試合目は斉藤さんの剣対水中12。これはブロックの2位抜け同士ですね。そうですね。これはまあさっき言った感じで、さっき結構水中さん剣をいい感じで倒してた倒したするんで、うん、結構飛ばして落とすっていうのができた。そうね、それがあとちゃんと安定してできればだけど、やっぱ消えたところで、あー今のうまい。なんかそのトゥエルブが消えた時に、うん、みんな割と突っ込んで触りに行くんだけど、うん、とりあえずまずトゥエルブがそこでやることって、まあ、一番熱いのはしゃがみ中盤でゲージを試す、ね、飛んできたところに SA だから、うん、そうだね、行かない方がいいんだ。で、行かないで、うん、まず相手のゲージを見て、ゲージが増えてなかったら、そうだね、そのまま放置。そうだね、増えてたら歩いていくっていうのが、そうだね、相手のゲージを見るっていうね、相手のゲージ増加を見ながら進んでいくっていうのがね、多分対策。あと画面のスクロールを見て、うん、もうスイちゃんタイパンとかを振ってみるとかっていうのも、どうやったら熱いかな。もともと12にほとんどのキャラが有利ついてるから、そう、相手が見えない状況でね、 そう、そこ放置してていいんだ、どうして出てくるんだろう、うん、無理やり負けてる時はしょうがないけどね。変に歩いて EX の、 あの田植えとかを食らって、はいはいはい、もう一回食らえるとかはめんどくさいから、やっぱ12戦、まあ、レミ戦もそうなんだけど、対戦する方は焦んないことが、そうですね、大事かな。じっくりやってれば絶対勝てるから、うん、欠点があるからキャラが弱いわけなんで、そうだね、その欠点だけ待って欠点をついて勝ってれば。さあ、でもやっぱり追う形になると結構12戦レミにしても、あの相手の行動を絞りやすいから、 そうだね、その絞った行動に対して対処するのは結構強いキャラだからさ、2つとも。さあ、もうこれはこれはきついね。きついね。あとその さっき竜のしゃがみ台パンが対空で強いって言ったけど、はいはいはい、ケンとショーンはしゃがみ台パンが遅いんだ、竜王と違って、うん、だからその辺のユリアンのジャンプ台形とか判定の強さを、強いけど強くて長い技に対してより強い判定で殴り勝つっていうのは剣は結構難しいから。あれ、竜のしゃがみ中盤って中足と一緒だっけ？しゃがみ台パン、しゃがみ台パン、中足の方が1フレ遅い、1フレ遅い、6フレだね。しゃがみ台パン早いよね。しゃがみ台パン、しゃがみ中盤は6フレ。さあ、マコトレミ、これどうなの？あ、終わってるっしょ。なんかとりあえず火力の差がありすぎてヤバそうだけど、そう触ずっとマコトが触ってればゲージない限り、あのしゃがみ台パン入る技ほとんどないから、ブロってなんか誠の水ジャン中継強いじゃん。水ジャン中継、あ、強いね。てか、まあ、あんなもん全キャラに強いからね。なんか、あ、一応1点読んだら超早出ししゃがないとかで勝てる。あー、そういうことでっていう、ってあの前ダッシュしゃがみ台パンとか、あのジャンプ中継は下に強すぎて、うん、待っててサマー打って負けるんだ。あ、マジで、うん、EX だよ。ダメ、そう、きついね。だから EX もたまに負けるからね。相打ちすらならないこともあるから、ダッシュ分割 EX 様。そう、あとね、ルグレがちょっとでもめり込めて、もうほぼ先端近くでも選手をかくるんだ、うん、だからもうこうやったらしゃがんでるだけでいいんだよね。なるほどね、焦んなければ。さあ、あとその下ソニーに対して飛びがあって、飛びの判定が強いから対空しづらいじゃん、うん、かといって上ソニー打つと上ソニー EX サイトで抜けれるんだ。へえ、ノーマルサイトでも抜けるから、でどうせ反撃安いでしょっつって、この辺から適当に早手で突っ込んで正中とかっていうのは
もうその体力差はまくれないからレビィが。そうだね。これはマジできついと思うよ。サマーガードした時の誠は辛草でいいの？辛草、辛草かな。まあ周りが結構先端だと反撃難しいから、うん、ジャックサマー先端とかは、うん、中盤チェスト成長でもいいし、はいはいはい、中盤が前に移動するから中盤成長でもいいかな。あんま難しいこと考えなくていいよねこれ。で結局レビィもさ緊張くると投げでタクるしかないわけじゃん、うんうん、だからもう立ち台系のコスリとかも強いよね。うわー今成長だったんだね生姜けの。ランキング3位平吉さん、これ残念ながら負けてしまいましたが、次は負け同士なんで斉藤さんの剣対平吉誠。さあこれはまあさっきも言った組み合わせでプレイヤーも一緒なんですけど、さっきは平吉がまあなんかもつれにもつれてなった感じだったりするんですけど、まあさっき言った感じですね。基本的に剣はダッシュを投げて、まあダッシュ止めをフルするかダッシュを投げて飛んできたらくぐりっていうのが強いんだけど、ジャンプ中継が下に結構強いからくぐりも危ないから、まあバックジャンプ台形に林のバックジャンプ台形に誠がリターン取るのはすごい難しいんで、前ダッシュ合わせたらどうなの？あ、だから対空ね。あ、対空ね。対空で。でまあ画面端に行っちゃったらきついんだけど、うん、結局誠のタクを返す方法って剣は結構いっぱいあるから、そうだね、あ今のは 前処刑でピヨったから前処刑でよかったね。移動チェストを打たなくても。これは辛草、そう辛草、これは大パンが入ります。大パンチェストが最大回収、そう、あ最大回収はジャンプ中継辛草だね。ジャンプ中継辛草は大パンとか、あジャンプ中継辛草絶対マグロだから当てんの。あそういうこと、うん、それは良くないよ。そうだ、日賀さんとね地元でやっててジャンプ台盤カラスとか永久に入って、それを日賀さんがバックジャンプし始めたからジャンプ台盤上り剣になって、はい、ジャンプ台盤上り剣のタイミングでプロを入れたからジャンプ台盤ダッシュ前ジャンプ台剣ってやってて読み勝ったって安くなってるんだ。いやあなたたちのそれやってるサード違うサードだよ。相当面白いよ。分からせるサードでしょ。あでもね EX 出せばいいよ2-0 で平吉ですね。水中トゥエル部対シーマレミですね。両方 2-0 で勝ってる。そうですね。これはまあさっきのブロックの組み合わせと一緒なのかな。優勝決定戦かな。まあまだ事実上のまだでもまだ大丈夫。そう平吉2勝で2日で並ぶから絶対。まあね勝ったら優勝に近づくよ。そうですね。この組み合わせはさっきも言ったようにレミー側がしっかりしゃがんでやってる。これもうソニックあんま打つ必要ないからさ。そしたら上から行けないとなると12は歩くの。そうなんだけど、あだからまあさっき言ったサマーの先端周りを透かすように急降下して台足一発とか。なんかさサマー硬直は結構あるからさ。12の台形の先端とかさレミーあんまいい反撃なさそうだけど。台形、台形、あ台足、立ち台形、12の立ち台形。あーまあそうだね、あれはガードス反撃あるからそんなにないからさ。ブルキは EX 首折りとか入るの？無理、ブロンないと無理やん。だよね。ブロったら、レミはダッシュダイヤシかな。あ、ダイルグレ。ダイルグレ。ダイルグレが最大。めり込まない？いや、死ぬじゃん。あ、ダウンする。あ、ダウンするの？ダイルグレは。さあ、これは結構きついし、さっきはあっさり死んだんですけど、水中さんが、これは水中トゥエルブ優勝ありますね、ワンチャン。ありますね、水中トゥエルブ。水中トゥエルブ、あれね、トゥエルブで優勝だと、まあ、喜ばしいですよね。俺は卒業に、と言ってもいいんじゃないかって話なんですけど。そうですね。これね、レミーのね、ジャンプが下方向に強いから、SA の対空も結構やりづらいんだ、飛ばれると。レミーさ、上りジャンプダイパンとかダメなの？あれ結構判定強いじゃん。しかもリターンもでかいじゃん。あー、なんだけど、一応そこを透かして投げとか、そこでリスクを犯す必要はないかな。あー、そういうこと？うん。あで飛び込むんだったらジャンプ台形の方が、あ飛んでたらジャンプ台パン押して、飛んでなかったらジャンプ台形先端でやってれば、あーなるほどね、そのジャンプ台形先端に対して相手がジャンプ台形打ってない時にさ対空出しちゃうと、はい、スカるんだ。へえー、で何でも入るから。さあこうなるとこれは SA だけ食らわなければ水中あるんやないかなと。 あるんやないかな。 あるんやないかな。やりすぎですねやりすぎですね。今のはさすがに当たってもっていう話ですもんね。まあ当たったらって話はありやすけど、ワンちゃん。だったら投げでいいかなっていう気もしますけどね。うん。
じゃあ水中さんの勝ちと。2-0水中さん。次は平吉会。平吉さん対水中さん。あ、水中さんこれやっちゃうと勝ちかくっちゃうから、シーマ平吉。斉藤さん、シーマさん対斉藤さんですね。シーマさん対斉藤さん。だからまあこれはさっき言ったようにレミのソニックをまあブロック敵点ゲージ貯めて来るまで待つと。絶対レミ来るから。そうだね。その来る手段を読んで、あと上ソニックとかだったら、あのすかしてしゃがみですかしてレミが走ってくるところに中足を置いて、はいはいはい、中足陣内の陣内の前移動でソニックすかして陣内と入るからさ。はい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 。それができるキャラはいいよね。そうね。指定の低い技でソニックかわしつつダッシュにダッシュをとがめる。あとまあ陣内さえあればレミを壊してもらったらもう中座陣内でいいからさ、サンマー出されたらしょうがないけど。あ、まあレミは近距離技は結構性能がいいから。そうだね。その辺でよりフレームを取られてイラついたところに攻撃を食らうっていうのが悪いパターンなんで。あ、でもここまで行っちゃったらもう行くしかないね。あ、もう行くしかないでしょ。剣はそんなにゲージ貯めてもしょうがないもんね。いや、陣内超強いよ。あ、じゃあ今の状況貯めに行った方がよかった。そうだね。まあでもレミ側にゲージ与えるのどうなんだろう。別にあんまりゲージ困んないんだよね、剣も。結局触られてる時点でって話だから、はいはいはい、来るところを止めるからゲージあってもなくても。逆に言えばゲージあると来やすいから、うんうんうん、絞りやすくなるっていうのはあるかもしれないけどね。あのめくりの竜巻うざそうだね。サマーまあでもレミしゃがみがすごいちっちゃいから、うん、しゃがみでスカッシュしゃがみでエパーでいいんじゃない。あ、なるほどね。今のは中継で確認しちゃったね。そう、いや今の、あのルグレは陣内確定でしたね。これも結構パクるから、めり込んだら分かんないよね。慣れれば分かる。そう、慣れれば分かるはず。あ、そう。竜はないからあんま覚える気がないです。俺は俺もユンヤンのローがね結構パクるんだよ、あれめり込むと。さあルグレ、あ、ルグじゃない、リープ衛星がつながって。だからユーヤンのローって4フレじゃん、うん、あれはそこそこめり込んだだけでかくっちゃうから。へぇ、立ち役系がそこのルグレの確定を取りに行くっていうのは。これは水中さんが負けるとどうなの。これは水中さんが負けると勝ったら優勝でしょ。勝ったら水中さん優勝ですね。負けたら、負けたらもつれます。はい、斉藤さんは残念ながら負けが確定していて、あともこれ最終試合か。なるほど、なるほどね。これ水中さんが負けた場合はシーマ平吉水中で、あれでも1、2で負けたらってことか。そうだね。1、2で負けても優勝なのかな。多分そうっぽいね。水中さんが1ラウンド、水中さんが1ラウンド取った瞬間に水中さんの優勝です。なんですけどこれは誠の技が強すぎる。そうだね。ジャンプ台形とかなんか、そうバカみたいに機能する。バカみたいに減るもんね。これだね。さあカラスが入ってしまって、これ無敵もないからきついよね。そうだね、返しづらいよね。やっぱ投げ前があの格差大パンチェストを食らった後に、移動投げで投げ返せるキャラっていうのは結構動きやすいんだ、はいはいはい、大パンも絶対投げれてカラスも投げれるから。なんだけどこの投げ前が狭い系のキャラはカラス大パンチェスト食らった後にリターンを取りに行けないから、はい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 、それは結構きついっていうのはある。あー、おー、今スイッチさん上見てたんですけどね。そうだね、SA が出なかったっぽいな。あれもね、高めの剣でスカるんだ SA。 マジ。そう、あとあの EX のツッコミは基本的にガバシャは全部成長確定だから終わってる。やることないっしょこれ。12あんまりコピーだな。コピーもねえな。あ、コピーはあるよ。あんの。うん、誠だったらゲージなくてもさ何かあるかもしんないじゃん。さあこれは決定戦にもつれてしまうのか。こっから平吉スペシャルあるかもしれないですよ。なかったですね、大パンだけで死んだんで。オッケー、余裕でした。では上3人で水中さんの12、シーマさんのレミ、平吉誠で、で再度優勝者決定リーグを。これはもうな、あー、ちょ、カズヤさん、これ、回してさ、2連勝で優勝でよくない？じゃあ、とりあえずじゃんけんしてもらって、勝った人2人で、な、もう。まあ、順番関係ないっちゃ関係ないね。いや、まあ、気分の問題があるんで、じゃんけんして、1、2、3で好きな順番選んで。2連勝したら優勝です。
え、2位はどうするの？2決。これ2連勝ってなかなか難しそうだね。これ面白いよ。やばいね。これ111111があるから。ありえるね。要は2連勝した人が優勝で、それで残った2人で1試合やって2位を決めるという感じですね。さっきと同じ組み合わせもう1回。さあ、平吉誠対水中トゥエルブ。これはね、きついですよ。それさっき聞きましたよ、丸尾さん。もう見た試合しかねえから。そうだね。言うことがもうない。もう言うことがあんまりない。まとじゃあ、あれだね、対応の話だね。これはね、別に第2戦の方でもう使うキャラいなくなってきて、俺トゥエルブやってるんだけど、はいはい、マジ弱いんだ。弱いよね。弱い。トゥエルブだけは弱さが分かりやすいんだけど、俺はアレックスとかアルミって面白いと思わないんだ。なんだけどね、トゥエルブは結構面白い。あ、でもトゥエルブなんかさ、やりたいことを、トゥエルブしかできないことって一応あるから、楽しいは楽しいよね、弱いけど。そう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 、あそこね、ヘキシも壊してるんだったら、壊しシステムを入れて、成長打っちゃえばいいんだ。どうせ安いんだから。そうだね、そうだね、トゥエルブ相手にするとどうせ安いんだからが、やっぱりそういう物量作戦でいくのがやっぱりトゥエルブは、うん、楽だよね。結構その有利状況からの物量作戦ではマジでムカつくから、トゥエルブ側は。ね、それは最強ですね。全部に対応しようとすると楽だけど、あとあのね、帽子で振ってるパスライパンにチェストを差し返したい。なるほど、うん、そうだね、自分が飛びたいところで我慢して大パン見てチェスト、もう近くで触られるだけでトゥエルブ側は相当気分悪いから。コアコアね、最大ああいうことしないとね、ああいうことしないといけないんだよね。ああいうことしないといけないですね。平吉ビビってるよと一緒で岡田兄が言ってますが、今のは壊し SA が最大かな、チェストガードして。そう、ああとね、生生 SA、うん、ちょっとでも離れると壊し SA 繋がんないんだ。終わってる。でも生結構減るからさ。ね、ちそう、今の段階にチェストを打って聖地やるとトゥエルブ側がやる気なくなる。半分減ったよっつって。そうだよね、対空が弱いからさ、大パンで落としかできないのにさ、見てからチェスト打たれたんじゃ。そう、あの見てから、あ、今のは聖地打ちたかったな。あとやっぱり単純に剣が強いよね。あれはつか全キャラ強いじゃないですか。うん、なんだけど相当機能するプレイだから。さあ繋がって、平吉がまず一勝、優勝にリーチ、優勝にリーチですね。では次シーマさんですね。これ平吉上がったら平吉が優勝、平吉が負けたら次水中さんが入ってって感じですね。っていうか、マコトレミ12ってやばいね。ああ、やんなくて、マコト何やってもいいやん。やんなくていいレベルだと思いますけど。やんなくていいやつだよね。マコトは基本的に何やってもリターンがしてきそうな。あ、だからね、そのルグレの確定があるから、うん、これトサミじゃないと思うんだ。あ、聖中、うん、ルグレがなくなったらさ、レミは何したらいいの。いや別にそれもルグレある時点でやることないでしょって話なんだけど。まあそうなんだけど、うーん、あのね、ルグレって1フレだけ投げ武器あるから、ほう、わざと呪われたらルグレ入れとけば、カラクサは最速が食らわないよね。へぇ、追いかけると死ぬけど。なんでチェスター当てたと結構気まずいんだよね、誠が。サマーが避けられないから、誠だしね。ガードでいいんじゃない、ダメ、うん、なんだけど、まあいいんだよね、ぶっちゃけると。投げ、移動投げじゃないと入んない。移動投げじゃないと入んないけど、別に移動投げであれも抜けれるから。ヘキシうますぎる。マジでうまい。やばい。あ、いいえ。出たよ。これは引き上げ入るね、ギリギリ。これ卒業者なしでいいでしょ。はい、と俺も思いますけど。今のところ。さあ、勝ち角伸ばして勝ち角の平吉。いいよ。水中さんが優勝したら水中さんかなと思ったけど。あ、確かに。今のところは候補なしから。なかなか解説のしづらい試合が続いておりますが、ね、これはちょっと解説しようが、カラジャンサマーが当たってるだけだからな。これすごいね、サマーだね、うん、サマーさんだね、サマーさんだね。そうだね、これ死亡ですけど、出たよちゃんと。これ切れるの。おお、今ギリギリだぜ。
デンデンデン、うわ最後まで平吉さんでしたねということで2ラウンド連続で勝ち確を伸ばして、じゃあ水中さんとシーマさん、水中さん対シーマさんですね。でこれでシーマさんが勝った場合シーマさんが優勝、そうですね。まあこれ冷静に考えてトゥエルブマジきついね、うん、よくここまで上がってきたと思いますいやそう思いますよ、偉いよ、はい、これ卒業は、いやていうかそのトゥエルブを使い続けてるのがそもそも賞賛に値すると思うけど、対戦するためにやめろって言ってるんですけどそうですよね、まあちょっと、まあ、賞賛には値しないと思うんですよ、一番と僕いや俺も、うん、俺も最初からキャラ、俺でさえキャラ変えろって言われ続けましたからね。そうだね、あのキャラ、あっちユンってどうなったの。あっちユンはなかったことになりました。次元の挟みに消えましたか。頑張ってますけど、団員戦なるほどね。なんかシーマさん優勝しそうですね、なんか雰囲気的に優勝しそうですね。なんだけど、まあさっき結構いい感じのラッシュでトゥエルブ、あの水中さん勝ってたんで、こっからもあるかもしれない。うまい、これ勝つの。これはね、あれ上方向には超強いんだ、うん、でもめくりが落ちるのは知らなかったね。今ギリギリ落ちたっぽいよ。やばいじゃんあれ。あ、でもエンダイパン出たら寒いからね。あーなるほどね。そんなにひどくないし、認識前も。結局プレルムのきついとこってさ、うん、ああいうふざけた技を打たれても文句は言えないんだそうだね、リターン勝ちっていう言葉で終わっちゃうからね、うん、であれガードして何入んだろうね、投げかな、 SA か。でも SA なかったらどうすんの。うまいを見て中足とか、あの縄跳びするか、大足打つか、中足打つか輪っかが大好きなんですよ。かわいいですね。水中さん、輪っか。ドーナツ食べるよーっつって。僕ドーナツ食べるよーっつって。っていう感じだったね、今ね、最後ね。待ってくれっつって。俺のドーナツっつって。こういうことですね。もうやだって言ってますね。やりすぎですね。はい。もうなんか、心折れてますね。というわけで、優勝はシーマさんですね。おめでとうございます。前回、シングル大会3位の平吉さんは、また今年も、今年も、いや、今回も優勝ならずと。今回優勝できてましたからね、完全に。まあ、勝ち確も2回話してたからね。平吉水中で、2位。では、これは、2位は卒業なんですか？審議？出し？なるほど。じゃ、とりあえず2位を出そうと。いうことで、なかなかすごいね、沖アクスだね。なか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 難しいですね。水中、水中さんですね。今中足埋めたんだけど、あの前タクになってないからね。あ、何がどっちが、12ね、12が沖上がり。あ、別に12ずっとタクになってないからそれは言っちゃいけないじゃん、せめて沖攻めぐらい。いや、ループと中足タクになってるよ。タクになってねえよそれ。いやでもね、本当にね、山ちゃんそんなこと言ってたよ。あ、マジで。それリターン取り方もあって。そういうこと？そう、暴れてしまったっぽいね、今のは平吉が。あ、今のね、接中かくるんですよ。あれ実は相当不利だから、ヒューゴンやるのやると大体ムーンがかくるって恐ろしい。これどうすんの？ EX 田植えか。そうだ、あー EX は出なかったね。出なかったね。田植えしとけば、あれ2段技だけど、トゥエルブ相当早く動けるようになるから。そうだね、振らせれば。でもさ、タウエってワンドロチェストで抜けれんじゃなかった？嘘？そんなに遅いの？あー、どうだったか、結構間あるんだよね。チェストは無理なのかな、の気がする。どうだったかな、ちょっと思い出せないけどこれ以上テールをいじめるのやめようよ。うん、いや、そういうのは結構あるよ。ワンドホークとか普通に抜けるしね、もちろん。さあ、もう正中圏内だ。直に、うわ、今のはおそらく表から壊しテスト打ったっぽいですね。え、壊し打つんだったらさ、中足じゃダメなので、確認して正中でよくない？中足下段じゃないです。あ、そうなんですか。はっ、じゃあ壊しテスト正中。次回から銀次配参加してくださいね。はい、参加させてもらいます。
優勝しなかったら大変なんだよ。いやできないと思うよ俺正直これは安い。そうなんだ。そうだから高めの剣はマジで終わってる。終わってる。一本吐いて根性を見せて一本吐いて多分立ち台パンのは減るね。あれそうだね。やるより高く出すと普通にスカって辛くさ入るからまずいね。おお、なんださあさあ EX ゲージを交換して投稿 交換しまして、これなんだろうね。ずっとバックジャンプしてから前ダッシュジャンプ台系とかかな。キチキンがやばい。誠側、うん、決めたいなら、まあ、何でもいいと思うよこの状況無理だよね。どうすんのこれ。そうこれそういうことなんだ。こうなるんだ。そうそうだね。そうこれこうなるんだ ね、ためになる解説でしたね。そうさあ平吉勝って2位でした。はい、平吉さんが2位、水中さんが3位。水中さんよく頑張りました。水中さんが頑張りました。本当にそう思います。はい、早くキャラを変えてくださいはい、お二人ともありがとうございました。銀試合今日はね8人というちょっと少なめだったんで試合数多くしましたが、人数少ないため1人だけ優勝したシーマさん卒業おめでとうございます。それでは、まあ、次回も、まあ、こんな緩い感じでやっていきたいと思いますので、銀次はよろしくお願いします。